はい、皆さんこんにちは。今回も動画撮っていきたいと思うんですけど、前回ですね、Vimとは何ぞやであったり、デフォルト設定やその部材のツールの設定についての説明をさせていただいたんですけど、もっと細かなこと、これからも立てていきたいんやけど、もっと細かなこと設定したいなっていう方向けにちょっと動画を撮っていきますね。まずですね、前回もちょっと触れましたか、壁ツールのデフォルト設定少し押してみます。で、ここにですね、お気に入りっていうのがあるんですけど、押したらですね、計画用基礎、躯体、外装、内装など結構いろいろありまして、例えばですね、基礎を押せばここに布の偽装が出てきて、躯体であれば鉄筋コンクリートが出てきたり、外装でも、まあ、こんな感じでいろいろ選べるんですね。これ何が違うねんって言ったら、それぞれの特徴があって、このここのここが変わったり、あとはこの壁厚が変わったりします。それぞれ違います。僕は基本的にもう学校の課題なんで、そんなリアルにしなくてもいいだろうっていうことで、基本的にこれを使うか、もうそれかもう完全にゼロにしますね。ゼロで、ここは自分の好きなようにしてます。で、あとはここをコンクリートでもいいし、まあ自分の何を使うかですね。まあサイディングでもいいし、石膏ボードでもいいんで、これも多分間仕切り壁なんですけど、やったらこんなんやったら100でもいいですしって感じで、自分の好きなようにここを設定してます。です。壁やったら別にこれでもいいんですよ。これでこんな感じでも引いてっていいんですけど、オブジェクトツールとか窓ツールとかドアツールっていうのが結構肝になってきまして、これを押しますね。例えば窓ツールです。を押すと、さっきのお気に入りプラスこっちがあるんですね。で、基本的に僕こっち使ってます。ここを見て、自分が今欲しいもの、4本引きやったらこれ、バーってフィックスもありますし、バーってやって、自分が好きなものを選んだ上で、この長さであったり、高さであったり、フローからな、どれぐらいの高さに、設置する、配置するのかっていうのを決めていったりします。あとはですね、この星、お気に入りですね。別にお気に入りって自分がしたわけではなくて、もともとお気に入りっていうところがあるんですね。で、例えばこうやって計画用やったらなんか、シンプルな、特に何の特徴もない、とりあえず窓っていう感じの窓であったり、こういった ALC、RC、木造用、自分がもうちょっと細かいのもっていう時に多分こういうのを使っていきます。でも多分こういう時に学生であれば、こういったもので十分かと思います。で、窓もドアも多分一層こうは一緒なんですけど、オブジェクトがね、すんごい、多くて、オブジェクトって何ぞやっていう話になりますと、結局テーブルであったり、テーブルであったり、ベッドであったり、椅子であったり、ま、結構家具全般であったり、キッチンもありますし、お風呂もありますし、例えばここで資格が選んで外交っていうのを選んだ場合です。こんな感じでサウナであったり、プールであったり、こういうのもあります。結局、大体何でもあるってことです。はい。こんな感じで、基本的に、オブジェクトであったり、窓ツールであったり、ドアツールであったりは、ここで選べるやつで全部解決するんですけど、ちょっとなんかないかなっていう時に、このお気に入りのところを押したら、さっきのと少し違ったデザインのものが出てきたりするので、たまにここも見てあげるといいかなと思います。基本的にまあこっちで大丈夫だと思います。で、調べるのめんどくさいなーって多分皆さん思うんで、その時はもうここで適当に打っていただければ、先のリーキでトイレってやります。トイレって打てばトイレ関係が全部出てきますしっていう感じで、ここもうまいこと使っていけばいいんじゃないかなと思います。で、こういうのを押した上で、大きさ、まあ基本的なサイズこれなんで、まあ、これでいいかなって感じで。で、配置もちゃんと決めてから OK します。そして、カチッとすれば OK です。ということで、今回の動画は以上になります。
デフォルト設定は分かったけど、その細かな設定はどうしたらいいねってなった時にも、ここをしっかり見よう、こことここをしっかり使い分けてみようっていうところで、今回の動画を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。今回は実際に家を建てていきます。